番人気のハギのアレグリアスは、最後の直線で空馬に邪魔されたこともあり、2着に敗れました。鞍上の川田騎手はレース後。これも競馬ですね。改めて頑張ってもらいます。と語りました。荻野何落ちてんだよ。こんなことあるんだな。萩のアレグリアス頭で勝ってたやつは悔しいだろうな。邪魔されなくても勝てなかっただろ。際どい勝負にはなってたが勝てなかったと思う。また川田アピールしてたな。空馬と合わせ馬してんじゃねえよ。いつものオーバーアクション。いやいやあそこは追わないだろ。相手は空馬だし下手したら死ぬ。ブアニャール強すぎはロタ。空馬が圧勝してるの見ると、騎手って何なんだろうって思う。またネイマールしたのか？荻の後で川田に怒られるな。しょうがないじゃないか。賞金的にフェブラリー出れるか？4コーナー回ってくるとき危ないなぁと思ったら、やっぱり邪魔された。また絆3区負けたのか。これからってときに屈腱炎になり、復帰していよいよ重賞制覇かってときに空馬に邪魔され、本当についてない。